皆さん、こんにちは。今回は、派閥と、彼らが拠点としているロンドンの各地域、もう少し正確に言うと区画、について話してみようと思います。単純にロンドンの各地域についての話、というとあまり興味が湧かないのですが、派閥とそれらの仕切っている各地域は密接な関係にあるので取り上げてみました。本来、今回の本題としてはロンドンの各地域の特色なのですが、特色そのものが派閥の個性を表しているとも言えるので、あえて派閥と地域を同時に取り上げてみた次第です。また、主要7派閥に関しては以前に取り上げたので、今回は以前のトピックで出てこなかった中規模な石は小規模の派閥をメインに話そうと思います。ちなみに、市町村という点でのロンドンは、比較的大きく、現地の表現で、ロンドン市内の各地域のことを、バーロー、と呼んでおり、地域によっては、バーロー・オブ・ブロムリーといった感じで、地域の名前そのものになっているところもあります。それでは行ってみたいと思います。イスリントンは、ロンドンの中心地であるウェストミンスターの北東部に位置する区画であり、スキンヘッドがトレードマークの、ミラーズメン、日本語直訳であるとミラーの輩たち、というギャング集団のテリトリーです。イスリントン地区も、基本はジェントリの支配領域ではあるのですが、ミラーズが一定のみかじめ料を納める限りは、ミラーズの蛮行を許容している感じです。ただ、最近は、ミラーズのボスであるミラー自身が老齢により、彼の部下たちに対する影響力も薄くなり、統率力もなくなってきて、変化の時を迎えているようです。カムデンは、ウェストミンスターの北西部に位置する区画であり、ピストルズという、フォールアウト4のレーダーのような見た目のパンク集団が仕切っている区画です。見た目はレーダーそのものですが、ロンドンにはびこるギャング集団の中では、比較的温厚な連中だそうです。とはいえ、所詮はギャングであり、まとまりというものがなく、ピストルズを構成するさらに小さい集団が言いたいことを言いながら、押し合いへし合いやっていっているようです。しかし最近になって、ジェントリがある特定の小集団を担ぎ上げてピストルズの指揮権を裏から握ろうと試みたところ失敗し、いろいろと揉め事が発生し始めているようです。ハックニーは、ウェストミンスターからすると、東北東、別の言い方をするとイスリントン地区の右隣に位置しています。ハックニー地区は、ギャングのテリトリーというよりは、ラウンデルラジオ局を運営しているラウンデルズがたむろしている区画です。区画を仕切っているというよりは、やはりたむろしている感じであり、治安そのものは全然良くなく、ミラーズのギャングが徘徊していたり、汚染生物が潜んでいたり、と危険そのものです。ラウンデルラジオ局は、ロンドンでも一番人気のある音楽配信系ラジオ局なので、ゲームプレイ中に、フォールアウト4と同様、プレイヤーがピップボーイに相当するデバイスでラジオを聞きながら、ウェイストランドを旅することができます。ラジオ局も全部で4つくらいあり、詳細はまだ調べていないのですが、ロンドン市内のロケーションに所在しているものもあるので、時間のある時に取り上げてみたいと思っています。また、ラウンデルズは、核戦争前の二輪車のレストアなど、乗り物に愛着を示す集団であり、ストリートレースなども開催しているそうです。グリーンウィッチは、ロンドンの東側に位置し、ジャックターズという大航海時代のイギリス海軍の服が特徴なギャング集団が仕切っているテリトリーです。帝徳と呼ばれているボスのような存在に統率されているものの、集団としてのまとまりは、あまりないそうです。
この区画は一般市民も割と多いものの、やはり警戒して探索を進めるに越したことはないようです。レビシャムはロンドンの南東側に位置し、先ほどのグリーンウィッチの南側といった感じです。シンボルマークとなる建造物としてピンダーステーションであったり、レビシャムリサイクルセンターといったものがあり、少し昔はこのレビシャムリサイクルセンターにザ・デンというロケーション名称で、この地域の住民が寄り添って生活していました。しかし、マフィア集団であるアイル・オブ・ドッグスによって襲撃され、元にいた住民はチリジリに飛散し、現在では、ノルマンズというフランス系のガラクタ収集の集団がたむろしている状況だそうです。奇妙な噂として、ピンダーステーションの奥底から、異様な音がしており、そこには何か重大なことが隠されているのではないか、と言われています。以上が、中規模程度の派閥であったり、小さい集団と、それらが仕切っている地域についての説明です。今回はここまでとなります。フォールアウトロンドンをプレイする人には、良いロンドンライフを。